そうか。お前の世界ではお前だけが悲しくてお前だけが被害者なんだな。いいか神城、傷一つなく生きてる人間なんていやしない、いないんだよ。来いよ。いくら言葉を交わしても無意味なら俺たちにはこれしかないぜ。今の僕が昔のまんまだと思ったら間違いですよ。あれからいろんなことが分かってきました。例えばあなたは今日も黒い服を着ていますね。というよりいつもだ。それが僕も同じように濃い色の服を着るようにしたんです。グローブも。そしたら面白いことが起こりました。暗闇では相手に拳が見えなくなるんです。あなたには他にもいろいろとありますよ。ボクシングの反則技の数々、勝てる時にしか戦おうとしない姿勢。あなたは路上のカリスマなんかじゃない。まるでマジシャン。そう、トリックスターだ。講義は終わったか。ダラダラとよく喋るやつだ。今までの僕とは違いますよ。あなたを倒す。なぜだ。なぜだろう。体の底から湧き上がってくる言いようのない高揚が抑えきれない。出会ったあの時から俺たちはこうなることが決まってたのかもしれない。そうだろう神城。通じない。何も。街の音も人の声もみんな消えていく。まだある。すべて見てもらうんだ。そして僕はこれだ。俺はこの瞬間を求めていた。しがらみのない純粋な空間。神城、ここは俺とお前だけに用意された俺たちのホーリーランドだ。
あなたを倒す。ああ！